皆さんこんにちは。聞いてワンポイント講座、しばらく間が空いてしまったんですけれども、また今年も再開したいと思います。今日は私が住んでいる北海道でもだんだんと日差しが明るくなってきて、春が待ち遠しいなという雰囲気なんですけれども、それにふさわしい曲と思って、ベートーベンのソナタ第8番悲愴から有名な第2楽章をやってみたいと思います。お楽しみいただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、それでは最初のフレーズを弾いてみます。とってもヒューマンな温かい、その優しさが出ているメロディーだと思います。ただ弾くとですね、どうしても結構硬くなってしまいがちなんですが、なぜかというと、やはりこの内声にこの刻みがあって、でこう歌わなくちゃならなくて、右手がその内声と外声がこう両方あるというのがとても難しいんですけれども、今日はピアノ弾くということからちょっと意識を外して、オーケストラの曲のようなつもり、最初のところはよく弦楽四重奏なんかでも編曲したものが流れてるんですけど、そういう他の楽器に置き換えてみることをやってみたら楽しく勉強できるんじゃないかなと思います。まずですね、これはバイオリン、ビオラ、チェロ、一応オクターブ高くこう出てきた時に第一バイオリンが入ると考えると、最初第二バイオリン、ビオラ、チェロかな。はい、でこの難しいのはビオラの部分ですけども、これがやっぱり硬いと全体が硬くなってしまう。これ柔らかく弾けるということと、少し音量的にはこの寄り添うように少し奥に弾く感じになりますので、特に親指、こう親指を押さないように、こう高さが変わらない、あとは重くならないように気をつけて練習します。ちょっとやってみますね。でチェロもバイオリンも全部そうですけど、鍵盤を弾いてるというより、ボーイングを意識してみてください。それでやはりもうチェロもこうやって弾くので、こう狭くこういう肩こういうになってしまうとボーイングが使えないので、こう腕を自由に使える感じで弾きます。全部3人がボーイングを使って弾いているイメージ。この時にこの親指こう重くならないように気をつけて、押さないように、寄り添うよ、ね、あとそのチェロもそうですけど、その上のバイオリンのメロディー、ボーイングいっぱいに響く、ターンで切れずに、その移りのとこを歌うように、ここは普天の部分をもう一回歌って、この音の間を、音の始まりではなく、チェロも同じですね。移りギアを、音が消えてしまわないように、レガートに聞こえるっていうのはやっぱり手で一生懸命つなげても、音がその次の音に行く瞬間まで響いていないとレガートに聞こえないので、そこを注意します。それでここはもう完璧な弦楽四重奏の感じですね。4つの第一、第二バイオリン、ビオラ、チェロ、全部揃っています。
今度チェロがこう出てきますね。美しいですが、そう簡単ではないですね。このやはり内声がどこにもアクセントがついたりしない、こうならずに弾けることがとても大事です。手をつなぐことよりも息をなんとかしてここをつなげますね。はい、で最初の部分ですけれども、次にはちょっと管楽器を登場させて、やはりベートーベンのよく定番ですけど第二主題オーボエがきます。でここをオーボエにして見ようと思います。でオーボエのその特性は音が明るいこととか、ビブラートがとても細かくこうかかりますよね。それを想像して、ただ声がこう平らに響くんじゃなくて、でこうビブラートかかってるようなイメージで、息だと思うんですけど、指で弾いてますっていう感じじゃなくて、吹いてるように、でここはまあ弦楽器の刻みですね。ちょっちょっとこういうふうに弾いているものなので、もしくはそのファゴットとかそういうんでもいいんですけれども、ピアノでこういうタッチだとその感じがない。なるべくどこも押さないで、やっぱり実際に YouTube でもテレビでも見れますけど、オーケストラの方たちがどういうふうに弾いてるかっていう、この弾き方自体もある程度似せないとそういう音にはならないと思うので、やってみてください。それでここまで覚えですけど、次は多分私はクラリネットかなと思う。クラリネットは覚えとどう違うかっていうと、やはり音がその覚えほど明るい感じではなくて、ビブラートがそんなにこうバーッとかかる感じじゃないですよ。少しこう平らな感じだと思います。やはり2つの楽器のその音色によって変化も出ると思います。次はチェロを登場させてみますかね。でこれ例えばチェロのタランタランというボーイングなので、これもこう指ではだけでは出なくて、腕で切る感じ、そう、まあ、これはまあコントラバスでしょうね。そして今度コントラバスが主体で、ファゴットでもいいですけど、このまあチェロが出たり、楽器はある程度音域によって大体決まっていますが、でもこれはあくまでもピアノソナタなので、ある程度楽器は自分で自由に考えても大丈夫だと思いますけれども、そういうことをやってみるととても楽しく勉強することができると思いますね。最後もう一回これが来ます。
は今度展開部というかいろんな楽器がたくさん出てくるような部分になります。一応まあ触りの部分やってみましたけれども、オーケストレーションしてみるということを今日やってみましたが、まあ、あとペダルですけれども、でこう目いっぱい深く踏んでしまうと静かに裏からこう聞こえてくる内声がこう音が一番多いので倍増してしまって上のベルリンが意外に出にくくなったりうるさくなってしまいますね。だから、まあ、何回も言ってますが意外に浅く踏むことが大事だなと。手はどうしてもある程度離れるんですね。あまり必死になって指でつなげようとしすぎると手に力が入ってしまってうまくいかないので、ペダルに任せるところは任せ、あくまでも楽に弾いていいと思うんですが、手が切れた時にもやっぱり息としては切らないで、そこ息はつなげて息が止まらない、このここで止まらないで、はい、今日はまずオーケストレーションしてみる、いろんな楽器を考えてみるということと、あと少し奏法を真似してみることと、と長い音の間が息が止まらないこと、あんまり無理して手でつなげようとしなくてもいいですけれども、呼吸はすごくつなげてということをやってみました。はい、それではまた第2回としてやりたいと思います。また見てください。